世に出ていない芸人を大石先生の占いで完全プロデュースして売り出そうという企画でございます。今回第4回目のオーディションはこの方です。はい、どうも、江津田ひろゆきと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先生お願いします。今日はそうです、江津田さんってこういう字書くんですね。そうなんです、本名は江津田って。はい、栃木にはでも結構いるんですけども。はい、なんかこの名前ってさ、はい、霊能者っぽくない？あ、霊能者っぽいですよね。一文字変わるとそうですね、なんか横やるな、この名前みたいな。はいはいはい、江原さん。はい、あ、いや、言わない言わない。はい、はい、でね、江津田さんね、多分俺そうですね、5年ぐらい前にバイキングさんが MC やったっていう、ね、やってましたね。はいはい、あとそのほら SMA の宣材写真とか見てても、はい、なんかあのチャドマレーみたいにあの痩せた写真がチャドマレーね、もう太りましたよね。そう、コンビニのバイトはもう芸だけじゃ食えないんで、ええ、もう3軒今掛け持ちしてまして、廃棄の弁当月に28日ずっと食ってたらやっぱ若干太ってしまいまして、本当に今日先生お願いします。もうなんとか先生の力で3軒掛け持ちを2軒にしていただきたいと思います。2軒は無駄じゃない。はい、わかりました。はい、もう芸歴どんなもんですか？もうでもかれこれ17年とか、はい、もうそれそのぐらい。そうなんですよ。それはすごいな。U 字工事と地元と高校が一緒で、始めた時期も同じぐらいで、そうですね、初めの頃偉そうに、お前ら全然ダメだなとか言ってた自分をもう今殺してやりたいんですけど、それがいいと思います。それよくね。長谷川さんにおけるタカアンドトシみたいなもん。ああ、そうですね。はい、なんとかこっからでも逆転を。分かりました、分かりました。はい、で、まずね、はい、一応ちゃんと真面目に占っております。はい、はい、それで、もう17年ということですけれども、ね、はい、とりあえずあの運の切れ目というかですね、はい、変わり目のところが、5年前ぐらいのところから、はい、ちょっとまず人波変わっては来てるんですよ。え、それはどっちですか？あれ、やばい、黙っちゃった。これ以上悪くなります。なんかね、5年前言うと、はい、5年前だから、例えば2011年のね、はい、あたりの、はい、それより前とそれより後とでは、はい、どうでしょう、自分の感想としては上がった気がしますか？そうですね、時給は50円ぐらい上がったんですけどね。それバイト？コンビニの話。金額2010円。どうでしょうか、その17年の最初の10年間ぐらいと最近のここ5、6年ぐらいっていうのは、なんか変わった感はありますか？悪くなってんのかな。本当にでもビビたる話なんですけど、うん、ピンのね、やっぱ大会 R1 グランプリっていうのがあって、2013に初めてずっと2回戦としての3回戦に行きまして、うん、で去年もまあなんとか3回いいとこ、まあそのぐらいなんですけど、よし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 、でも下がってるんですかね、これ。いや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 、でも上がってません。あ、ね、うん、そうね、運気的にはね、はい、上がってるんですよ。そうですよね。そうですよ。いやいやいや、はいはい、はい、はい、芸人さんっていつも話合わせてくれるから、はい、たまにはちょっと今逆な表現やってる。ちょっと意地悪です。もうナーバスになってますね。はい、あと5年前ぐらいからいい運気には入ってきてるんですよ。ほうほうほう。でそれはでも10年の平均値なので、はい、また1年1年のアップダウンはもちろんあるわけなんですね。あ、なるほど、うん、だいい時には入ってる。で、はい、その10年の中でももっとそのいい時ってのが、はい、もうちょっと後に来ます。お、ここまだからあるんですね。ここ5、6年ぐらいはまだまだちょっとなんかなこの上げ幅が小さいんですよ。でもそれでもその2位から3位上がったりとかって来てますので、はい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 、もう少し先に大いに期待できるというか、松本クラブ見とけよ、ほんとに。ライバルが3年前はね、 R1 勝ってますね。向こう2回戦に乗せて僕3回戦で勝ってますね。ザコシショウさんにも勝ってますね。なんかすごい負け惜しみに聞こえる。ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい。こういう時はダメなんですか。はい、ちなみにこの番組で、はい、今まで一番視聴率取ったのね、はい、松倉さん出たと。ああ、ライバルが。あ、じゃあ、じゃあ貸しましょう。バイト先の人にあげてくれって。ああ、再生回数ね、はい、はい、大学生とかに。はい、はい、わかりました。まあ、こういう運気ですね、はい、今後どうなるかを、まあ、期待して、はい、でオーディションの、その審査結果については、はい、また明日、はい、ぜひ皆さん期待してみてください。また明日。